勝山喧嘩だんじりは総重量およそ2トンのだんじりを激しくぶつけ合う江戸時代から続く伝統行事です。毎年10月19日と20日に行われていますが、今年は中止になることが保存会への取材で分かりました。保存会によりますと、去年20代の男性参加者がだんじりの間に挟まれて死亡したことから決めたということです。だんじりを引いてタイムを競うレースや地域の練り歩きも行いません。一方、神社での神事や神輿の練り歩きは例年通り行います。